今日はですね、このポテトを揚げようかなと、お家でそう思っておりますが、ちょっと油が少なくてピンチなので、うまくいくかな、うまくいくかちょっと分かりませんけどね。ということで、うまい、おいしい、おいしい。ということでね、適正なこの油の温度はちょっとわかんないんですけどもね、油の量もこれでいいのか、全然ないんすよ、ミスったな、盲点でしたわ。しっかりガードも固めて、試しに投入してみよう。よっしゃ、あー、おい、おわー、え、なんで、あー、はぁ、ちょ、待って、なんでこんなことになんの、あっつ、危な、おい、ここに書いてあるよな、え、なんでこんなことになるの、危な、あー危ない危ない危ない、こんな飛ぶの、はぁ、ちょ待てよ、え、え、なんでこんな飛ぶの、やばいやばいやばい、危ないってか、ここ油まみれだわ、最悪、え、なんでこんな飛ぶんですか、危な、はぁ、ちょ勘弁してくれや、え、何がいけないのこれ、別にこれ解凍処理とか書いてねえよな、え、ビビるんだけど、どうしたらいいのこれ、なんでこういうことになるの、怖っ、え、なんでなんですか、なんでこんな飛ぶんですか、普通こんな飛ばないと思うんだが、油の温度か、ビビったビビった、高温すぎた、さてはちょっと全然揚げれてないんだけど、今ものの10本も揚げれてない、ふざけんなよ、はあ、ビビんだけど、ちょっと怖えな、怖い、とにかく、怖いですわ。
うちょっと入れてみるか。うわー、入れろ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 、あ、バリケードバリケード、なんでこれ油の温度が高すぎた。さては、ちょっと謎なんだが、ただ油が飛び散りまくりだ、こりゃ最悪や、本当に。なんでこういうことになるんですかね。あー、びっくりびっくり。やっぱ油の温度かな、これ。うわ、ベットベトや、最悪。こんなことになる、びっくりすんだけど。うわー、もうやんなきゃよかったな、普通にマックで買ってみよかったよ。うまっうまっうまっうまい。揚げたてってうまいな。いや、ちょっとびっくりさせんな、マジで。うん、おいしい、美味しいけども、もうここベッドみたいや、ベッドみたいやないか。なんかいろんなところに油が飛び散った。揚げ物なんてやるもんじゃねえな、家でな。もうひでえありさまだ、こりゃ。そう、痛くなっちゃったんだよな。いや、でもまさかね、まさかこんな飛び散るとは思わなかった、本当に。なんで、なんでこんな油跳ねるんだ、謎ですわ。びっくりするわ。まあ、でもしかしこのポテトっちゅうのはうまいね。ポテトっちゅうのはうまい、本当に。今日僕お休みだったんですよね。ところがね、今日天気がね良くなかってね、まあ天気良かったからってどっか行くもんじゃない、行く予定があったわけじゃないけども、
で俺こんなデブ賞なんだろう。デブ賞っていうのかな、デブ賞っていうのはあれですよ、インドアってことですよ。めちゃくちゃインドア派なんだよ。だから行きたいとは思うんですよ、ちょっとね外に出てみたいなと思うんですけど、でもね、いざね、家にこもってね、なんかいろいろまあやりだすとね、もう外に出たくなくなってしまうという。でも今日は散歩したんですよ、散歩、近所を散歩してたんですよ。1日ってあっという間だな。本当に僕ってね、結構物静かなんですよ。実はというか僕ね、意外にね、物静かな方なんですよ。そこまでの、なんていうかな、おしゃべりではないんですよね、間違いなく。でさ、やっぱ世の中にはおしゃべりな人ってめちゃくちゃいるじゃないですか。おしゃべりっていうのは、その なんていうの、悪い意味じゃなくて、その悪い意味、なんか口が軽いとかそういう意味じゃなくて、本当になんかそのしゃべり好き、ずっとしゃべってられるみたいな、そういう人っているじゃないですかね。すごいなって思うんですよね。僕はね、そういうタイプじゃないんですよ。なので多分動画っていうか、こうカメラ回してたらね、それ話さざるを得ないというか状況ですからね。結構まあカメラ回してりゃ俺話すんですよ、ある程度話そうとするんですけど、そうじゃなかったら俺あんまりね、あんまり話さないですね。多分物静かな方じゃないかな。もちろんメリハリはあるんですよ。つまりははしゃぐ時はというか、ね、騒ぐ時とかはまあ騒ぐんですけど、そのなんかずっとね、まあなんか極端な例だけど、まあさんまさんとかね、さんまさんみたいな感じのよ、まあ、すごいなと。でもああいう人いるじゃんね、たまにね、すごいなと思いますけどね。よくずっと喋ってられんなって思います。なんだろうね、その違い面白いね。まあ、僕はそういうタイプじゃないですけど、なので多分実際にまあ動画の僕をイメージして僕に会いに来ると、あれなんかおとなしいなみたいな、多分なんかそういう印象を抱くんじゃないかな。まあネット弁慶ですから僕、ネットではギャーギャー言いますけども、実世界においては結構人見知りだし、その、まあ、最初からね、初対面の人にもエンジン全開でこういける人間ではないんですよ、僕ね。そうなんです、実はの話。そこのギャップですよね。あれ意外におとなしいんですねっていう、意外に物静かなんですねと。
構そうっす。このね、料理動画なのに、料理動画ではないな、いや、料理動画じゃねえからいいか、手元が一切見えないっていう、この動画としてのクオリティのクソさ。別にいいでしょう、別にね、こんなん、あの、芋をあげてるだけですから、そんな、見ててもしょうがないですよ。フライドポテトって美味しいんだよな、本当に。フライドポテトって美味しいよね、すごい魅力的じゃないですか、フライドポテトって。僕的に結構その惹かれるんですよね、フライドポテトという食べ物に。なんか惹かれるんですよ。なんでだろう、ね、フライドポテトの一番の本場は、まあ諸説あるけども、アメリカだと思いがちじゃん、まあハンバーガーとセットでみたいな。ところがやっぱりね、そのフライドポテトの起源というかルーツはアメリカじゃないんですよね、ヨーロッパなんですよ、多分ヨーロッパ。そもそもジャガイモってヨーロッパだしね。あれ、うん、そうヨーロッパ。ヨーロッパの昔は確かそのね、貧しい人たちがね、小麦とかを食えないと、だから芋を食ってたと。それがジャガイモなんですよ。なので、ヨーロッパの方なんですよね、確かね。で、その一番ね、そのフライドポテトの、まあ本場というかね、がベルギーなんですよ。ベルギーで、ベルギーではそのフリットという名前で、一種のですね、ソウルフード的な感じで、そのまあいわゆる、まあフライドポテトなんですね、芋、じゃがいもを揚げたものをフリットと呼んで、それも本当ソウルフードなんですよ。大阪でいうところのたこ焼きみたいな、もうそういう立ち位置なんですよ。で、僕ベルギー行った時にもうね、そこら中にフリット屋さんがあるんですね。フリット屋さん、フライドポテト屋さん、たこ焼き屋みたいな感じで、まさに。で、もうそのこういうね、なんつったらいいかな、クレープみたいな感じで、こういう感じで逆三角形の、まあ、円錐状のね、その紙のところにこうポテトをね、こう入れてくれて、でそこに自分でソースを選ぶんですよ。マヨネーズだったりケチャップだったりマスタードだったりみたいな。で、そうなんか選んだソースをなんかその店員の人がそのポテトのところの上にかけてくれて、それでホイみたいな。で、それをこうなんか食べ歩きするみたいな。それがですね、あのベルギーのフリットというもの。それがね、あの美味しいんですよ。あのね、マックのポテトというよりはどちらかというとモスのポテトに近いですね。モスバーガーよりなので、ちょっとこうホクホクしてるというか、細くないんですよね、そこまで細くなくて、どちらかというと太めで、でね、味噌は二度揚げしてくれるんですよね、店員さんが。そのね、一度揚げしてあるポテトが、もうあの仕込みとしてね、大量にあるわけなんですよ。で、オーダーが入るとそれを二度揚げしてくれるんですよね。で、出してくれる。それが美味しくてね、僕ね、まあその卒業旅行でヨーロッパ行ったんですけどもね、そのヨーロッパにいる、ヨーロッパの、そのまあベルギーにいる間にね、3回くらい食べたかな、3日くらいいたんですよ。毎日食ってたかもしれない、お昼はみたいな。
しかも安いんですよ。そのまあフリットっていうその一セットというかで、まあ300円ぐらいかな。300円ぐらいで結構ね安くてでうまくて、なんで僕は結構それを食べてました。懐かしい。ちょっと油足そう。そうなんですよ。意外でしょ。意外に起源はヨーロッパなんですよね、きっとね。だってフレンチフライって言うじゃんね。いや、また飛びそうだな。めっちゃ飛びますやん。ということでこんな感じで出来上がりましたので、これはうまいですね。おいしい。まあそうなんですよ。なのでまあベルギーとかね行かれた方はぜひフリットというものを食べてみてください。うん。あ、これ。